よし、一回寝たらバーバーのとこ行くか、じゃあ。ひとっ飛びでババのとこ行こう。中これまだあれだよね。貧乏ってわけじゃない。あ、ちょっと降りれないか。誰もいなかったら真ん中はね、汚染だったもんね。寝よう。バケツじゃ持たない。これ以外にないんだ。回収を待つ。よし、ではババの依頼をやろう。あ、なんかアイテムが全然ない。これ何入れてたっけ。回復ブースターか。あとなんだ。免疫、回復ブースター、回復、なんだっけ。まあいいか。それは勘弁だ。で、ババなってるね。これまでやってねえんだな、巨体の足跡ってな。次は何もらえんだ。ファイアローか。行こう。486。待て待て、近くになんかない？行くべき。風車とか。風車なかったっけ？ちょうど目の前にある。やってないね、あれ。あの上もなんかあんな。閉じ込められてる。やべ。どこだ。閉じ込められてるのどこだ。ダメっぽい。じゃあ風車やろう。どうするつもりだ、やつら。あれって金庫のやつだっけ。あれなんだっけ。君が555ならってやつか。だね。まあ棒ですからね。鬼が持ってそうな。いやー強い。違う。君たち強いよ。俺は風車をやりに来ただけなのに。やるか。やれば消えるんじゃない、やつら。どっから行くんだ俺。あれか。通って。あそ、違う違う違う、あそこで。やばいやばい、ちょっときつい、ちょっときつい。落ち着かねえ。これか。いやダメだ、倒さなきゃダメだ。
当たってね。ちゃ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 。そりゃ痛えだろうよ。強い、きつい。しゃあね、禁じて。あ、燃えた燃えた。あれでなぜ当たらん。ゼロ本。避けるな。きつい、とってもきつい。で、避けるな。避ける。思い出すよ、あれを、前作を。危ない危ない危ない。やっと一体いや、全然いっぱいいる。まだ なぜ当たってない。当たってない。これだけ少なければ。やっと、めちゃくちゃ歯応えがある。で、危ない。どういうことだ。それには普通に捕まれそうだけどね。ほう、やば、よくわからん。乗れそうだけどね、そこの。だー、え、わかる、どういうことだ。
フックがねむずいんですよね意外と。落ちちゃった。ないっすか周りに風。風が絶対楽なんだが。うわー、わからん。なんかすごい無理やり登ったけど、反動をつけるといいのか。絶対正しくない登り方してる。反動をつけると高いとこ登れるっぽい。ブルース。で、あ、なんかもらったのかな、あの音は。ああ、なるほど。サバイバーの居住地が解放。で、あれか、サブクエが増えるかもしれないのか、また。アイテムはあるかな？お、なんかいるね。向こうか。あれはいいや。で、バーバの依頼を受けよう。居住地がいくつか解放されたので、まだまだ風車あるね。そこもあるし、あるし、ここも奥にもある。まあ、とりあえず、バーバ行こう。やろう。よかったな。それ。これ、555のやつだよね。何なんだ、555。666とかかな、じゃあ。前44、555で足して、足して999になるから、数字をだんだん増やしていくとか ?555、666とか、そんなバカなんだよな。間違えちゃった。まあ、開かねえか。555の可能性？言われた通り555ってすればやってないわ。それもバカなんだよな。うわぁ。444も違ったでしょ？555なら、5ってその GO の5とかなのかな？ええー。666777999とか？いやー、わからん。ここだっけ、そもそも、それ。違うかもしんない。わからん。ヒントどこで拾ったかが、わかんなくなっちゃうとやばいな。これもわかってないしな。二進数。これだよね。これは解いた。
これも解いた。演習率解いた。これも解いた。101。まあ、解けてないのが2個なんだよね、この。555。全アイム。点点点。あと、これあれだよね、なんか、どっかのコンテナの中だわ。この、二進数ってやつは。二進数、だから111111とか101010とか010101010、まあ二進数のやつとかなのかな。555なら、わからん。行こう。ダメだ。また、わかったら来よう。わかんないけどね。向こうね。なぜに無視しよう。関わりたくありません。彼は強いから。おっしゃった。なんで、うわ、出てます。やめたほうがいいと思う。やめたほうがいいと思う。ちょっとレネゲイドだらけじゃん。登るの大変そう。危ない。ババんとこまでは来ないと信じて。おお、いるー。一回ジャンプしないといけないのか。ま、マジ？レネゲードしかいない。ゾンビより多い。レネゲードたちでゾンビ駆逐できるんじゃない？っていうぐらい多いわ。正面から入ろう。ちょっと待って。正面向こうか。さあ来たぞ、ババの依頼。いるね、あの人もずっと。救急キット売ってるね。カモミール400円、高い。では、また希少な怪物が出たのか。ああ、そうだ。眼球にとても貴重な液体が含まれている怪物だよ。どういう依頼か予想つくな。だろう？そのクリーチャーの眼球を持ってきてほしい。丁寧にな。液体が漏れないよう無傷の状態で持ってくるんだ。傷をつけるなか。了解した。ところで、コルブスとの仲は大丈夫か？問題ないよ。あんたの方が心配だ。極めて危険な怪物の噂を耳にした。背後に気をつけて、マークした位置に向かってくれ。背後に気をつけてとか、なんか急に。あとなんか、やらかすのかな、あの護衛がそのうちまた。何かしらキャリアの時もね、なんかそういう問題が起きるからさ。170メートル先。すげえレネゲード多かったけど、何だったんだろう。背後に気をつけて。アノマリか。やめたまえ。あん中だぞ。なんだろう。使徒教会。どうやってくんだ俺。入れそうだが、わお不気味。急に俺が背後から襲われるってことね、これ。おそらく入れないようにはなってる。うわ不気味よ。
ファイヤースピッターだって。ここでいいんだよね。めっちゃ不気味。インヒビターもある。ファイヤースピッター。なんか、うわ、おるやんけ。あ、これ開けるやつか。あ、ここからじゃないのか、入るの。出口だ、これ。おそらく。厄介な。上から入るのかな、じゃあ。そっちからか？外一回出て、いや、これお昼だから下手するとムキムキのボラタイルが待ち構えている。あれ、ここだっけ、ホーコンと戦ったところって。違うか。わあ、ファイヤースピッター下にいるっぽいのだが、あれ、あれがそうなんだ、ターゲットなんだ。いやー、降りなきゃダメ。あっちの奥は？あれ、これなんだ？別の出口？インヒビターコンテナを検知。やっぱさっきのとこ行かなきゃいけないのか。いやだな、降りんのこれ。怖すぎね、なんか。ゴツゴツ背中してますね。これじゃないよね。めっちゃ硬くない？なんでやねん。え？どうやって登ってきたの？登る地のあんの？落ち着かねえぜ。正面は当たらないくせえな、これ。うわー、うん、で、ちょ、うわー、ちょっと待って。え、強すぎん？今のやつ。そんななの？あいつなんて言うんだろう。すげえ痛かった。やばいやばい。しかも、タックルっぽいから避けらんねえ。どんな話になるんだろうか。上からとかでは、外から上回れねえのかな。いけなくもなさそうな雰囲気だけど。
いつとやり合ったら負ける、おそらく。上に一気に来て、でも違うんだよ、スピッターはあの辺にいるんだよ。あれをくぐり抜けてまた登るっていう感じかな、この階層にいるっぽいから。あのガチガチのやつ正面から多分ダメージ通んないだろうから、マジやばい、あいつあいつ。安全なところ通っていくしかない。バレたら厄介よ。どこだ？あいつか？あいつだわ。眼球、え、いいの？普通に倒しちゃって。ノーマルやで。オッケー、うえや、オッケー取ったぞ。結婚式招待状、血に濡れてましたね今ね。あいつはマジやばい。あ、で、ここが開くんだ。で、さっき通れんのか。いや、違うわ。さっきのとこではないが、出れます。お？ 1？ 急に？屋上に行くための何かか。え、急に？届かねえ。ほう。あ、落ちちゃった。今ケーブル持ってんだけど、ダメっぽいな。え、どこ？その上とか？そこになんかあんのか？それは美味しい。おっと？動けなくなっちゃう。とりあえずいいか。ケーブル離します。どこにつけるか見てからじゃないとわからん。お、弱くない？10メートル下にインヒビターがある。出た。で、ん？何するんだ？え、あの電気何？
とりあえず行けっとこまで行ってみようか。いい意味では速攻。お？うわー、金庫。ヒントは？いや、金庫に秘めたらちょっと勘弁だな。わからんわからん。あ、招待状に書いてある？さっきの。いや違う、ヒントはヒントのところに入るはずだもんね。違う、さっきの血に濡れた招待状。どこだ？関係ないと思うけど。結婚式の。これだ。いや、さすがに。ああ、まあ、この手のものは違うよな。こじ開けようよ。電気何だったんだあれ、マジで。ここ行ってみる？いや、特にだわ。はい、それは見れていいとして、電気刺すの？あれ。そうすると金庫開くとか？え、マジ意味わからん。どこ？金庫を？あの電気はどこに刺すんだ？急に出てきた、これ。34メートル。そこ掴んで、そっち、あ、ちょっと待って、雑すぎる。金がなんか怪しい。いや、こっちではないな。うわあ。やっちまった。これは行きます。もう帰ってきちゃってるからババに話せばいいんだけど、ちょっとあの謎は解きたい、さすがに。何なんだろうな。ショートカットしたい。あまりショートカットできてないな。どういうことなんだろうな。中通るのちょっと大変だな。またいるってことだよね。どっか開いてない？あれ、ここは何もないんだっけ。あ、違う違う、上から。待て、
複雑な構造の。こっから行ける？帰ってこれた。音を鳴らすとなんかある？え、これに捕まる意味ある？これかあったわ。なんてこったい。ありましたね。すげえ目立たねえ。で、多分鐘が鳴って電源が入ってみたいな感じなんだろうな。で、パソコンにヒントが出るみたいな。ここか。ああ、ギリギリぴったり。浮いてんのかこれで。上に行くのか？あ、これ。そうか。これか。ファティンとトルが、あの双子じゃん。613ではないよね。ではないな。ファーティン・トルガってあの前作にいたキャラなんですが、生き残ってたの？あれもう聞け、待って。なんか出てる？うわぁ、どうするといいんだろうな、あれは。もう一回聞きたい場合。いやぁ。チャレンジいっぱいある。どっか乗っ、いや、乗ってないよな。ちょっとわかんねえな。これ多分ヒント、いや、どうなんだ、ヒントではないのか？なかなか。なかなかわからん。いや、わかんねえな。アナトル？
え？どういうこと？行きゃいいの？今撮ったなんだ？スケボーみたいな、そのなんかジャンプするなんか車って言ってなかった？しかも、おー急に話出てきて、まあ、向こう行けってことか。あれ違う？わからん。もう一回。どういう話なんだぜ？お？下だ。降りてる。え？話が見えねえ。どっち行ったんだ？わかんねえな。どうなってますか？どういうことですか？なんか別のやつをやって、これそっから来たとかそういう話？関係ないことやっちゃってる？いやでもそこから降りてきてるよね。こっから登れないわけだし、そこから降りてきたって考えるのは自然だよね、やっぱ。え、降りる？一回まで。あった。行ってるわ。夜になっちゃう。行ってる行ってる。どういうことだぜ？やべえ、真っ暗になっちゃった。やばいかもしれない。ひゃー、マジですよこいつは。出てくる出てくる出てくる。違うな、向こうだ。そっち、うん、あーあったあった、飛び込んだかと思っちゃったよ。うん、待って、ないな。勘弁してくれ。あった。
え、なに？で、なんなのあれ。さすがに？逃げられたボルターにいいよ。寝ましょう。なんかスケボー見てんの拾ってんだけど、何なんだろう。どういうことなんだ。ファティンとトルガ、拾ったのがここ。え、何するの。何だったんだ。わからねー。そのうちこれに当たるとき来るだろうか。まあ、なんかあれだな、写真とかを関係ないときに拾っちゃったことあったから、もう一度言って、まあなんかサブクエのやつを先にやっちゃったみたいな感じなのかな。うおー、どこだったっけさっきの。まあわかんねえわ。パウロ大聖堂ではないよな。どこだったっけさっきのやつ。わかんなくなっちゃった。いや、帰ろう。いろいろ謎が残ってしまった。滑るんかこれ。ダメか。トランプにしちゃったんだけど。ダメか、さすがに。さすがに無理すぎるか。楽しい。ではババにお届けに上がり、今日はそこまでにしようか。いろいろ起きたけども、よくわからないことも多かったな。あ、水生きてるね、まだね。給水塔直したからかな。なんだっけ、ファイヤースピッターだっけ。まずは買う。消しが美味しい。よし、持ってきた。おい、約束を忘れたとは言わせねえぞ。邪魔するな。大事な話をしてるんだ。後にしよう、コルブス。仕事を終えた若者を待たせてまで議論するようなことじゃないさ。いいだろう。だが俺の言葉忘れんなよ。揉め事か。お前には関係ねえ。いや、心配いらないよ。ならいいが、それはさておき、眼球だ。完璧な状態だね。報酬を渡すにふさわしいよ。あいつ問題起きそうだよね。で、ババの6が出たか。
出たところなんですが、いい時間になりましたので一旦ここまでにしよう。ちょうどここで寝れたりもできるんで、まあ、次回多分ここから始まると思うんで、またババの続きをやろう。10まで行くのかな、キャリアと同じくっていう感じで。なわけでアイテム整頓だけしておくので、動画的にはここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。